夫婦別姓が導入された場合、実際に夫婦別姓を希望すると回答した人は 13.9% に上りました。現在の民法では、夫婦が同じ名字を名乗ることが義務付けられていますが、この規定は憲法違反だと訴えた裁判が審議中です。安倍総理大臣は今日午後、都内のホテルで講演し、おととい、自民・公明両党が合意した消費税の軽減税率について、改善の結果が出たので、反映する意向を強調しました。議員、まず、十分に組みながら、あるいは耳を深くしながら、政府の結果、改善の結果が出たと。また安倍総理は、去年の衆議院選挙で生じた一票の格差をめぐり、最高裁が違憲状態との判決を下したことについて、自らの解散権は縛られないという認識を示した上で、解散は全く考えていないと強調しました。さらに安倍総理は、TPP、環太平洋経済連携協定について、農政新時代を切り開く起爆剤が TPP だ、世界に挑む農業者を後押ししたいなどと表明しました。一方、インドのモディ首相との間で大筋合意した原子力協定については、国際的な核不拡散体制にインドを不満化させることにつながると強調したほか、中国や韓国との関係改善についても、対話が重要だとの私の主張が着実に進展しつつあると述べました。制限税率をめぐる最新情報です。自民・公明の税制調査会の幹部が協議し、新たに新聞を対象品目に含めることで一致しました。書籍や雑誌を含めるかどうかはさらに協議する方針です。一方、対象品目から外される外食と加工食品との区別で食品衛生法を使って連立する方向で調整を進めています。この場合、食品衛生法で規定される飲食店などで提供される食事を外食と位置づけることになります。週明けの東京株式市場は原油安の影響で日経平均株価が一時600円以上高まりしました。先週末のニューヨーク市場では世界的に原油の供給が過剰との見方から景気の先行き不透明感が広がり、ダウ平均株価が石油がさ、なくなる週明けの東京市場も取引開始直後から全面安となり、日経平均株価の下げ幅が一時600円を超えました。東京商品取引所では原油の先物価格が一時6年9ヶ月ぶりの安値をつけるなど、原油安のリスクを避けようとドルを売って円を買う動きが広がったことも投資家の心理を悪化させました。平均株価の終値は先週末より347円6銭安い1万8183円42銭とほぼ1ヶ月半ぶりの安値をつけました。以上、報道センターからお伝えしました。では、今日のテーマです。必要となる財源はおよそ1兆円。酒類、外食を除く飲食料品全般を適用範囲とすることで、自民・公明両党がおととい提出した軽減税率の予想表示。